ざっくり振り返る、天下。天下、とは、元楽天の高須洋介の愛称。この愛称は、鳴人親王殿下に顔が似ていることに由来する。当時、ニコ生での試合中継で主にファンから用いられ、打席に立つ際は、殿下、ご公務のお時間です、に始まり、ヒットを打ったり、ファインプレーを記録すれば、やんごとねえ。アウトになれば当人には、おたわむれを、打ち取った選手に対しては、不敬罪、というコメントが飛び交うのが、通例となっていた。ただ、一般的には野村監督が命名した、必殺仕事人、の愛称の方が認知度は高かった。